ばんは。58分までです。こんばんは。めちゃくちゃ寒い。暖房つけてめっちゃ強風にしてんのに、めちゃくちゃ寒い。全然いる。もちさん、ドルム100ありがとうございます。こんばんは。星投げとカウントよろしくお願いします。ツイッターの連携はお忘れなくお願いします。キンパさん、リスありがとうございます。フライパンさん、ハートありがとうございます。マシマシさん、花束ありがとうございます。はい、週刊スパを見たいと思います。皆さん手元にありますかと思ったけど、今は星様を投げているのだろうか。投げていると予想。あ、あります。こんばんは。エブリンさんと書いてあるからメンバーかと思ったありがとうございます、来てくれて。皆さん持ってますか。1000人行ったらやりたいと思うんですけど、1000人行くまで時間かかるかな。ともやんさんとべつみさん、どうもありがとうございます。ラグさんも花束ありがとうございます。のぞみさん、どうも100個ありがとうございます。ともやさんもダメありがとうございます。カウントと星投げもありがとうございます。ちょっと1000人行くまで待機中です。皆さんもお星様とカウントよろしくお願いします。こんばんは。あ、眠たい。携帯でも見れるんだ。太陽さん、ドラム100個ありがとうございます。シェリーさん、アイスありがとうございます。ユウスケさん、ドラムありがとうございます。ちょっとですね、1000人でも言うて、そんななんか鑑賞会とか言ってもそんなかかんないと思うから、全然ゆっくりでいいですけど、58分までですので、58分なので55分に壇上を読めます。あ、むずみさん、ドラマ500個ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあピカチュウに揃えるときはピカチュウ、あれにしましょう。先輩と配信するときはピカチュウにしましょう。でもピカチュウ、はい。こんばんは。こんばんは。1000人行きました。ということで、皆さん
お手元に週刊スパさんをご用意ください。私はもうあります。見せられないのでゲットできなかった方とか、あとはなんだっけ、あ、まだ発売地域じゃないよって方はちょっとご想像ください。持っている方はコメントとかお願いします。できた、ありがとうございます。ページ数わかんないです、見てないから。どこにあるかわからない。これ目次に書いて、目次ないね。これ目次ありますか。ヨッシーさん、あら、ありがとうございます。これ目次ないのかな。あった。え、これどこにある、ちょっとわからぬ。ハリーさん、ダルメ評価ありがとうございます。あ、ありました。え、ページ数書いてないです。ページ数書いてないです。はい、私は今開いてます。なんかいつも顔しんどる。一つ言えるのは、このタオルで顔を拭いている写真はもう一枚ね、可愛く撮れた写真があったんですけど、まあ、こちらが選ばれたということでこちらが選ばれたということで、アイメイクはめちゃくちゃ落ちてます。だけど眉毛は残っている。すごくないですか。私はこれ、なんかこれの他に、あとなんかランニングマシーンみたいなやつでした。ランニングマシーン走ってた。いや、オフショット全然撮ってもらってないんですよね。マムシさん、ダルメ100ありがとうございます。なんか自撮りする暇もなく開始みたいな感じだった。着替えてすぐやって。坂井さん、ダルマ100ありがとう。ボルさんもダルマ100ありがとうございます。これはジムですね。私なんかまさかジム行くと思わなくて、ネイルが1個前のやつだまさかのジムでした。なんかお仕事のやつが来た時に、なんか案件みたいなメールが来るんですけど、なんか書いてなくて何をするか、なんだろうと思ってたら、まさかのジムでした。びっくりする。髪型は任せました、あのメイクさんに。お団子になりました。そしたらで、なんかここのね、インタビューのところにね、あ、銀平さん、だるま100個ありがとう。くまさん、ハート100個ありがとう。え、なんか野々脇さんも同じ日にやったんですけど、野々脇さんとかは結構何やるか企画が書いてあったんですけど、私は書いてなくて分かんなかった。だるま100個ありがとう。なんか私、なんかランニング、なんっけ、フルマラソンのとこに
なんか乾燥できると思いますみたいなの書いてるけど、乾燥できると思いますやべえなとか思った。今の自分はやったことないから分かんないな、なんでできると思いますって言ったのか分からないけどその時は自信があったみたいです。高井さん似合う、ありがとうございます。でもなんか学校で走ったのはなんだっけ、1000メートルだから1キロしか走ったことないから分からないんだよね。でもなんかしーちゃんもう走れててみたいなのを話しています、ここで。でなんか今週のズーム濡れ度が 60% って書いてあることに驚き、自分的には80がいってた何か80いってたね、すごく。はい、これで60。でもゆうきさんは絶対100だと思うな絶対絶対そう。でこの日はね、髪の毛ストレートアイロンかけてないんですよ。えマジで顔が死んでるもん、アップにされてる写真そう、シチュエーションによるらしいです。でなんかサイン入り席があるので、皆さん欲しい方はぜひ応募券で応募してください。このマッサージ機、マッサージ機じゃないか、トレーニングするやつは何か分かりません。えめちゃくちゃやったんですよ、めちゃくちゃいろんな機械でやりましたね。何が一番しんどかったのかは覚えてないです。しんどかったです。結構長い時間ずっとジムにいましたので、すごく大変でしたでもなんか結構強さみたいな、なんだろう、キロ10キロとかなんか重さを低めにしてもらったから、え何分とかじゃなくて何時間、マジで3時間ぐらいやってた、それは分からんけど多分。でなんか割となんか痛めちゃうから、腕とかを痛めるとやっぱり公園とかに支障出るからってことで、あの緩めにしてもらったんですけど、なんか緩めがちょっと余裕すぎて、なんか頑張ってる感の顔を出せなくてこんな顔してますなんか笑っちゃった、めちゃくちゃ何回も写真撮って、何したか覚えてないけど、でもめちゃくちゃやりました。だるま500個ありがとうございます。なんかそう、本当にずっとなんか回数決まってるんですけど、これは何回までって決まってるんですけど、撮影するからそのなんか規定の回数を超えながらやるから緩めにしてもらってます。なんか結構いろいろ写真撮ったんですよ、写真じゃないわ、いろんなものをやりました。大江さんかわいい、ありがとうございます。そんな感じ。その力を使いました。でも筋肉痛には皆さん筋肉痛にはならなかったです。ジムの人とカメラマンさんが優しかったので、優しかったです。でもなんか写真じゃ伝わらないけど、めちゃくちゃ汗でしたね。しかもここがジムってやっぱり暖かくなるから、体が熱くなるから、なんかクーラーみたいなのあったんですけど、そのクーラーが扇風機の前で一回やってたやつが超寒くて超きつかった。
まいさん、コパンありがとうございますっていう感じですね。皆さん他に聞きたいワードありますか？これで何かめちゃくちゃ爪伸びてて嫌なありますか？このスパさんのやつでっていうか、なんか髪の毛めちゃくちゃ紫に見えるオレンジ背景のやつ。15分経過したらしいです。リカオンさん、ハート、ヨッシーさん、だるま、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ドクドイチさん、バラありがとうございます。ジェシーさんと村松さん、バラ、間違えた、だるまありがとうございます。ハリーさんも、バラ、あ、間違えた、だるまか、バラありがとうございます。ジムはなんか腕とか足の筋肉よりもなんかお腹に筋肉つけたいから、はい、ラム100ありがとうございます。ラマスさん、だからこの器具とかじゃないやつがやりたいけど、それだけのために行く人いるのかな。でもなんか私一回行った道覚えれるんですけど、すぐもうここのジム行けます。このジム行ける場所を覚えたから行きます。ヨッシーさん、ドラマ500ありがとうございます。なんか家でもできる腹筋あるやつとかあったら知りたすぎる。でも坂井さん、アイスありがとうございます。でも多分こういうところ行ってなんか指導してもらわないと絶対続かないから、家じゃ無理なんですよね。結局続くか続かないか、無理だと思う、一人じゃ。あ、ん？朝吉さん、どれもありがとうございます。いっぱいありがとうございます。どれも、でも本当に一人でやるっていうのは絶対通過なので無理ですね。なんか実際一時期なんか手綱が始まる2日前とかにやばいと思ってやってたんですけど、普通に1日2日で終わりました。っていうかなんか何回もできなくて無理です。何回もやるのには無理です。なんか何回も、何回言ったのなんか何回、なんか15回とかしか無理で、なんか30回とか超えるとなんか腹筋するときってなんかお腹ちぎれそうにな痛さになるから、ほんとしんどみちゃんですよ。なんか痛いのが嫌だ、なんか腹筋の痛さが本当に無理。マグさん、花束ありがとうございます。なんかめちゃくちゃ星になるね、この本のワード全部って高そう、なんかめちゃくちゃトレーナーさんって1対1なのかな、わからないですね。でも平日なんですけど、この日割とこ
構お客さんたくさんいました。だいたいなんか2人で来て1人のトレーナーさんが見るって感じでした。すごい、なんか予約制なのかな。予約制か、勝手に来られたらすまんし。スカエさん、だるま、ありがとうございます。金平さんのトイックありがとうございます。ユッシーさん、バラありがとうございます。なんか最近流行りとか疎くて、何が流行ってるかとかちょっと知らないんですけど、本当に流行りが疎すぎて何もわからない。なんか学校とか行ってないと何にもわかんないですよ。みんなはどこで流行りをしてるんですか。あ、っていうか、なんか昨日テレビ見てたら、なんかペンギンの喋りかけたらなんか癒してくれるペンギンのぬいぐるみみたいなのがあって、めちゃくちゃ欲しいってママと話してたら、その子がトレンド入りしてた。なんだっけ、何ペン、なんとペンちゃん。皆さん大好き、ありがとうございます。え、めちゃくちゃ欲しいと思ったし、めちゃくちゃ笑った。スタジオのやつも笑ったし、なんか長すぎたかなみたいなおじいちゃんが言った時にめちゃくちゃ笑った。なんかその動画をまた見たすぎる。めっちゃ面白かったです。コウペンちゃんかな。めちゃくちゃ欲しい。なんかもっと高い、なんか調べたんですよ、ママが欲しいって言ったから。意外と安かった。なんか1万円とか普通に超えてるかと思ったらびっくりした。初戦ぬいぐるみかだからなと思ったけど、でもなんか言葉を認知する力がすごすぎる。最近のロボットは、ロボットっていうかぬいぐるみは進化しすぎててビビりますね。私はね、ショールームし始めてから余計流行りに疎くなった。なんかマジで見ないんで、ショールームとツイッターとインスタと LINE しか見ないんですね。だから何もわからない。でも昨日テレビ見た時にそのペンギンがトレンド入りしたらしくて、トレンドは結構見ちゃう、気になる。ドラマスさん、ドラマヒョッコありがとうございます。でも私タピオカはマジで流行る前から、なんかタピオカって何回もブーム来てるじゃないですか。私が中学校、小学校、中学校の時にタピオカ流行ってたんですけど、その時からタピオカ好きです。めっちゃ好き、タピオカは。なんか昔色が無理で、無理と思ってたけど、スイーツパラダイスっていうなんかお店、スイーツの食べ放題のお店に行った時にカラフルなタピオカがあって、え、これだったらなんか見た目気持ち悪くないし食べれると思って食べたらめっちゃ美味しくて、そこからタピオカ飲めるようになったけど、あの頃は本当にタピオカ屋さんとかなくて、全然今はめちゃくちゃあるからすごいなって思う。すごくない？最近本当にタピオカ屋さん多い。なんかようやく名古屋に来たタピオカ屋さんも結構あって嬉しい。しかもなんかちょっと世間的にはタピオカブームちょっとなんか去ってきてるからありがたいよね、並ばないっていうのが。嬉しい、めっちゃ。昨日はタピオカの粉で作った、昨日夜ご飯おでんだったんですけど、タピオカの粉みたいなの作った、はんぺんみたいなの食べたらめちゃくちゃ美味しかった。村松さん、ドラムヒョッコありがとうございます。つまいもは嫌ですね。
食べるってこと、さつまいも。あ、しかゆハンガーさん、ハントユークありがとうございます。めちゃくちゃ手先が冷たすぎる。でもこうやってアバター見てると、さっきのピカチュウの集団すごかったわって思った。あ、くぬりんさん、ハートよくありがとうございます。でもまだピカチュウの人いっぱいいるわ。でもさっき本当にピカチュウだらけだった。ミノルンさん、すごい、ね、ミノルンさんの発言すごい。まあ、さっき全部ピカチュウだったもん、コメント全部ピカチュウだった、ほとんど9割ピカチュウだった。ドンジュウ全員ピカチュウだったし。でもあれでも全然いい、ピカチュウのままでも全然可愛いくらい良き。自分がピカチュウ着てないからなぁと思ったって思ったよ。だるま100個ありがとうございます、なるともさん。あるうにちゃんのアバター持ってる持ってる、確か持ってる。ということで順位を読みたいと思います。順3位がひばごんさん、12位がしゅんすけさん、11位がむつみさん、10位がゆっきーさん、9位がひろきんさん、8位がだーいさん、7位が北の国さん、6位がせりさん、5位がまぐさん、4位が村正さん、3位がましましさん、2位がよっしーさん、1位がさかえが大好きやさかえさんです。ありがとうございます。なるともさん、はでよくありがとう。もうアバター作る配信は終わってしまいました。期間立候補制だったんですけど終わりましたよ。ありがとうございました。来てくださったありがとう、拍手もありがとうございます。あと2分ですね。次は23時半から24時です。ありがとう、いっぱい来てくださりありがとうございます。どうもどうもどうも。なんかアバターはみんな揃ってると、その輪に新規の人、初見さんとか居づらそうだなと思ってやりませんでした。なんかやっぱり入りづらかったらかわいそうだなと思って。あと1分ということで、あ、ケンクワさん花束ありがとうございます。あと1分です。次は23時半からでございます。すいません、です。ありがとうございました。はい、あと20分ですね。ありがとうございました。次23時半から待ってます。ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございます。また来てね。